はい。えつ、ー、いてですね、エフェクトの中で、幾何学模様とかですね、パーティクル、えー、これらを使うちょっとエフェクトを紹介したいと思います。えー、BCC、オーガニックストレンズ。難しいですね。はい。これちょっと入れてみますね。はい。これですね、なんかパティキュラーで作ったようなものが、えー、結構一瞬でできてしまいます。ちょっとこれも FX ブラウザーでですね、ちょっと見てみたいと思います。はい。見てみますとですね、こんなような形でですね、 あの、結構大変なものがこんなプリセットでできてしまうという、えー、非常に便利なものの一つです。あの、よくね、背景とか、まあタイトルとか作るときにですね、こういったものがあると結構便利かなというふうに思います。えー、例えば、これなんかもですね、いろいろとこう、カスタマイズできるんですね。パラメータによってできたりしますんで、まあこういったものをですね、うまく活用していくと結構オリジナルで、まあいろいろと作れるんじゃないかなというふうに思います。あと、BCC Particle Array 3D。はい。 こんなものですね。えー、これもまあいろいろあるんですけども、えー、こんなようなものを作っていきたいなっていう人、やっぱいるじゃないですか。えー、私も作りたいんですけども、えー、結構難しいんですよね。一個一個こう、モーションで、え、3D レイヤーでやるのめんどくさいなっていう方は、えー、こんなのもお手軽に作れちゃうような、え、そういったのもあります。さあ、次なんですけども、BCC Particle Emitter。Part はい。これね、何かっていうと、もう本当まさにパティキュラーですね。えー、これで見てみると、こういうふうないろんな、まあ粒子を作ってパーティクルで、まあいろいろと合成することができるという、まあ本当にパーティキュラーですね。あの、それに近いようなことができてしまうという、えー、そういったようなものです。まあその他にもですね、パーティクルなんで煙系とか、えー、そういったものとかですね、火花系とかも作ることができますので、まああのー、ちょっとしたものがやっぱりタイトル作りたい時なんかはですね、えー、こういったものがあると便利かなというふうに思います。 はいまあ適用するとこんな形でいろいろとまたパラメータいじれるんですけどもあとですねちょっとした面白さでですね例えばレンズフレアを使いましたそれをですね BCCLED さあ LED っていうぐらいですからね LED になっちゃうんですねこんなような形でまあこう 細かさみたいなのも調整することができるんですが、まあこういったものもですね、ユニークなエフェクトも結構搭載してますので、この辺も遊べる一つじゃないかなというふうに思います。